こんにちは、キョモナナビタカと申します。囲碁見してるけよ。いやー、皆さん明けましておめでとうございますと言いたいところなんですけど、実は収録日まだ12月31日なんですよ。投稿してるのはね、1月1日になってるんですけどね、今収録してるのは12月31日なんで、まだ明けましておめでとうはね、取っとかせてください。多分1000円に願うね、今回で最終回だと思うんで、この後ね、次のイベントであるスパイバーサス忍者っていうね、初詣はヤマトへ行こうということ。これ入ってから、明けましておめでとう言わせてください。よろしくお願いします。ではね、今回、聖夜に願いを最終パートやっていきたいと思います。12月31日じゃなくて31日、まあ、なんかその更新とかで、あれです。更新の関係で、15話までね、実装されてる。おそらくそれが最後だと思うんでね、今までの傾向を見ると15話でラストなんじゃないかなと思うんで、そのやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。時は、持たざる者の願い。視聴していきたいと思います。はい、前回あらすじ、ギムノスがなんだろう、追っ始めた結果力がなくなっちゃったっていうアホみたいなシチュエーションになりました。クリスマスのインクを許さんぞということで、多分ダインの監視を隠してるせいで見えないと思うんで読み上げます。許さんぞ、クリスマスのインクを許さんぞ。そして僕たちです。クリスマスムードが大事。本当じゃない、ダイン頭おかしいからな。あいつ、ギムノスはダインを止められそう。あ、ダメそうですね。これは力奪うすか。おめえが行くからだろうが、マジで。何考えてんだ。男の子の事情、男の子って言うほどのやつなのかな。一旦じゃあね、また賢者タイムが回復するまで、どうにかするか。とにかく一旦地上に戻ろう。城塞の、なんかそんな取り出の人たちが何とかしてくれるはず。脱出できなかったと。あ、だからそれでなんか遭難的な感じだった。とにかく来た道を戻って、フンガーって言ってますね。ダインの方向が迷宮に響き当たる。大野を勢いよく振るい、巻き起こした旋風が、積雪を投げ払う。ラインが出るとマジ血液が見えるから本当に困ってしまう。土砂のように重たい、積雪か、が迷宮の通路を飲み込んでいく。雪崩はさながら津波のようだった。これでも来たらって。何なんか切れるの。お、もしかして僕の新しい服装が来るか。ルーが差し出したのはプレゼント箱から出てきた衣装。薄いと思いきや、防寒の森が備わっているようだ。ご丁寧にサイズも各種取り揃いがある。あ、けどダメでした。おい、サンタ服どこ行ったの。着ないよ。シグバレディ、この名言詳しいんだよね。あ、お前は着替えるんか。まあ、奈良に行った仕方、クッキーにケーキ。クッキーにケーキが出てくるのはもうなんかもう謎だけどね、いろいろと。なるほど。それにとどまるべき。まあ、食料。いや、にしても血糖値上がると、シグフォリの年には厳しいんじゃねえか。あ、満足と、あ、やっぱなんか気がついたら和解できてたんだ。親睦は絶対追っ始めただけなんだよな、こいつら。ん？和解じゃないの？違うの？何をしたんですかね、こいつら。まだ変なの、シグフォリのさ、株が僕の中で落ちるんだよな、なんか。結局、快楽放置するだけのおじさんとか、ED 設定どこ行ったんだ、みたいな。あ、ほら、この、あ、はい、俺はみたいな、このシーションあるんだけどさ、これがそうだったんだよ。その、乳首合うなというのが分からんから、それに関しては僕も同意だ。乳首合わないでくれ。一等落ち着いてくれ、シグバルディは。ここでクリスマス会か。お、野郎たるけどクリスマス会か。リア友ならいいんだけど、知らないおっさんたちばっかりなのかな。なんかな。確かに、まあ僕ら関係ないですね。怠惰の嫌がらせ。怠惰、あー、なんかあるんだ。え、怠惰って、まだコンビニ級にも罪なる願いの魔王はいるんだ。うわぁ、早く行ってよー。あ、そういうことで全部モンスターになるのこれ。あ、それを食っていいんだ。バレ、食べてもいいの。確かにこれだけのご馳走に囲まれたら何もしたくなくなるね。あ、それでタイダーの魔王が出てるってことね。さすがリオ、なんかこういう時リオいるのほんと助かるよな。いや、一つのコラダでそんなにいらねえけどな。こんな時にルークだ。あ、さ、なんで僕こんな、ほんと、なんか話に進めば進むほどさ、バルボロスよりも主人公が頭おかしくなってんだよな。あ、ブルブル僕が震えて持ちにくい。あ、振動によってレア度があるのね、みたいな。クソどうでもいいんだけど。バル、タイだってだらしないってことはどんな魔王か知ってる？あ、じゃあ結構マニアックというか弱い魔王なんかな。よかったら、じゃあ戦わなくて済むのかな。なるほどね。いつか出てきたりするのかな、タイだの魔王は。へへへ。一応、円には浮いてるんだ。なんか、出会い中みたいな。まるでアビタカみたいだ。あ、なるほど。結局、なんか、ダインがなんか、ダインがこう、都合がいい男になってる。なんか、言い方がほんとあれなんだけどさ。
それはなんとなくわかるかも。収集する、あ、収集する感じだった。浮き足立ったパーティー会場と。いや、何も起きないけどな、本来は。この世界が頭おかしいだけなんだよな。あ、そういうこと、いや、本当に。いや、なんでやること前提になってんだろうな。マジリアルでやったら、マジで発狂もんなんだよな。お前たち何してる、さっさとその不快な棒を捨てろという。たまたま俺の清掃、この性も、あの、セクシャルの方の性ですね。清掃が貴様を貫くなら、股間のやりたことなんか、どうしよう。でも、ダインを止めないと、結局クリスマスは、なくなった方がいいの。そうすれば、怠惰の魔王も困るんじゃん。せいやけ、あー、なんか構ってほしくて仕方がないから、そんな感じなんだ。だから大きいんだって、俺壊れちゃう。あー、大きいって。まあ、あと、せいやを竜王が守るって。なになにこれ、意味がわからん。せいやを竜王が守るって、ね、僕結局バルボロスを追っ始める形になった。せいやなんてなくなればいいとか、あ、まあいいや、じゃあ、とりあえず、せいやは竜王が守る。はい。バル、ん？あ、キスしちゃってますけど。あ、これで、バルボロス、きちゃー。やっぱケツが出てる。アダルトシーンなさそうに見えるんだけどな。え、もしかしてこれバルボロスダインか、こちら、そう、また、これ見ようかしてもキスなどみたいな。まあ、キスぐらいはセーフなんで、よろしくお願いします。あら、あー、ちょっと待って。バラスブロスが、俺はこじらせなどいない。ただ、ちょっとだけまっすぐなだけだ。純粋な、いや、ダインは、あの、すいません、単純に騎士芸なんだよな。あー、もう終わりですね、これは。無事に終わりました。最初はね、なんか、マウスでね、ダインの清掃みたいなシチュエーションだったんですけど、なんか、テンションが上がったのか、最終的には繋がってしまいましたと、さっていうことだったんですけど、なんだろう、ギャラリーいるからなんか会話面白かったんだよな。あ、ダインなんか、おっぱじめてる時の会話が頭おかしいからさ、頭おかしいのはまああれなんだけど、ギャラリーがそれに対して突っ込んだりするからさ、普通に会話が面白かったというか、なんかやりとりが面白かったですっていう。で、バルボロスは滅落ちしましたっていうことでよろしくお願いします。バルボロスは残念ながら、威厳がなくなりました。はい。アモレイ君とかも道中行ったら、いや、もうちょっと城にいた頃かっこよかったんですみたいな、喋れば喋るほど威厳がなくなりますみたいな感じで結構いろいろ突っ込みしてたわ。で、ちょっとセリフがね、過ぎちゃったんで、そこもね、説明しましょう。ね、なんかね、ここで追っ始めた後、ね、今ちょっとアレレーターだと思うんだけど、この辺からね、まあ、スパダカのダインが、通常ダインが現れて、ダインってクリスマス怨念がどうやら消えたらしいです。で、正気に戻ったんですね、ダインってことで、俺は最初から正気だ。でもちょっとだけ寂しかっただけだ。ってことで、なんかダインがちょっと急に可愛くなった。というところで、で、その後スノーウルフとね、バンディットが出てきて、ここをどうやって出られるんだ、出来ちゃって、あいつが塞いじまったしよってことで、今主人公、アビタカがびっくりマークを出してるところで、来ております。おと思ったらパティたちが助けに来てくれた。ありがとうなす。いわゆる助けられるものなんだ。アザーテラの応援だ。まぶしでカタカタが続く。パティも、あれなんかな。あ。万族さん、さよなら。今までありがとうございました。お二人ともありがとう。なんか二人とも仲良くなったな。まあ、これでアザーテラの面々が助けに来てくれたっていうことなんかな。ちゃんちゃん。たどり着いたアザーテラ、めっちゃ感じた。たどり着いたアザーテラの面々は迷宮に散らばる破かれたプレゼント箱の山と転がる空き瓶にへきへきしていた。まるでクリスマスパーティーの跡地だ。そして何を驚愕したのはランチキカットだって言われるとバルボロスとダインが追っ始めてしまいました。すみません。あとシグバリティは。シグバリティはマジで威厳がなくなりました。マジで。結局 ED のうぬんとかもね。だから、すべてがどうでもよくなってしまったんで。シグバリティはバルトに3対象の意識を差し出した。通気性な、じゃあなんで股関節開いてんのかね、ちょっと基礎側に気になるとこだけどね。いや、こうやって平和にね、終わりそうでよかったよかった。あ、これで無事に終わるんだ。よし。はい、ではね、さっき持たざる者の願い、13話のね、もう一つ武器、聖夜なんてなくなればいいっていう選択肢を選んだんですけど、そしたらね、さっきの僕が止めたびっくりマーク、主人公がびっくりマーク、つけて、その後、パティとテオドロが駆けつけてくれるシーンあるじゃん。あれに一気に飛んだんで、何が言いたいかっていうと、ダインの下りがバッサリカットしたんで、ダインが元に戻ったかどうかわからない状態になってしまうという、あれでした。
やっぱこのゲーム、やっぱアダルトシーン行く方がどちらかというと正解というかさ、なんだろうな、トゥルールートみたいな感じなんだよねっていうツッコミがあるんだけどね。まあそんな感じでした。はい。一応文献を見てみましたと。さってことで、特段変化はないというか、本当にあの、ダインの下り全部カットしちゃって、ダインがあのバーサーカーになった部分、本当にどうなったのか分かんなくなっちゃうっていう、ストーリーにね、整合性がうんぬんかんぬなんで、やっぱアダルトシーン行くべきなのが、このゲームのあの、公式の見解らしいですということで、やっていきましょう。じゃあね、14話、またたるものの願いに行きます。東都の迷宮は脱出不可能。証拠を突き張って倒れる前にお宝を持って帰還せよってことでね。これもやった。スタミナ不足した。ちょっとごめん。回復する。よし、オッケー。じゃあ、そうだった。さっきちょっとスタミナ全部使ったの忘れた。よし、じゃあ今回もレギュラーメンツでね、駆け抜けていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。だいたいもう最後の方だからな。このままやっていこう。よし、頑張るぞ。もうね、15話までなんだけどさ、15話は、あれなんかな、最終回なのかな、ちょっとそこ気になるんだよな。じゃあまずここに来るでしょ。てか、結構14話まで来たから、わりかし敵もちょっと強力になってきたっちゃ、強力になってきたんだよな。あ、もう油断せずに行きましょう。だから、例えばこいつ火力がね、あると思うんだよな。だからさっさと回復薬を置くに、限ると思うんで、パパパッと回復薬を置きましょう。こういう配置の方でいいかな。うん、これで行きましょう。よし、とりあえず今のところこの列ばっかり攻撃されてるから、程よいタイミングで主人公をこの辺に出すのが基地でしょう。ねえ。だよね。一旦様子見るか。あ、やばいかもしんねえ。なんかめっちゃ来るなぁ。一旦作戦変更。レオハートを後ろに置こう。あーと思ったら次、あっち来ちゃった。カフカ置くか、カフカ置くか。こいつらのルートがわからん。カフカじゃない。いや、テオドールは間に合わない。あ、待って。まだルークのスキルを使えば、テオドールを出せる！オッケー！ギリギリ間に合った。一旦テオドールでお茶に行くぞ。左はテオドールとジャラも配置しよう。でも、回復役のキャラがここしか置けないんだよな。そこはちょっと辛い。そして、一旦イレンさんのスキル使って全体回復。全体回復じゃねえや。俺が全体回復するんだけど、さらにあの、それを強めていく。で、さらにジャラも配置。よし、一旦これ見ていきましょう。なんかもう14番のところだからさ、割り返し難易度もね、ちょっと上がってきましたねっていう部分を語っていきます。で、それであと3人配置か。ああ、結構大量に来るね。ちょっと、この辺フルとかでもいいから配置してさ、ちょっとテオドルとジャラムの援護射撃ぐらいにはね、やっていった方がいいかなと思います。よし、あと2体な。まあ、左はとりあえず回復はいらないから、さっとこのまま次のラインに来ちゃうけど、主人公か、主人公。てか、主人公とカフカだったらどっちの方が強いんだと思ったら、まあ、総合力的にはやっぱり主人公だな。よし、回復範囲にも入ってる。まあ、カフカはね、あの、低コストの割には強いってことでね、結構あの、コスパがめちゃくちゃいいっていう、そっちの方が強いんだからな。よし。で、あとはリュート出せば程よくなるかな。よし。さあ、リュート配置。リュートの素質あんま使えてねえのがちょっと残念だったりするな。よし。まあ、この配置でいいかな、オッケー。あとは空中的に来ないことを祈るばかりかな。よし、まあ、ここまで来たら、ねえ、もう配置はこれ以上できない。まあ、CC で、CC というのはルークを退却させるっていうのもあれなんだけど。いや、にしてもちょっとこれは戦いづらいかもしんない。ちょ、ジャラムやるか。テオドールを犠牲にして。ちょ、いけるいけるいける、ご利用する、あー、さすがジャラムとテオドール。ご利用したー。あっぶねー。すぐスキルを使うまでもなかったかな。いや、もうルークは正直不必要じゃ不必要だから。退却、さよなら。まあ、レオハートがいれば大体何とかなるだろう。で、あとは、お、こっちにもまだ配置できるじゃん。あ、違うな。ここはやっぱ念のため、ハンゾを後ろに配置で、これで、ジャルとテオドールのね、あの、助っ人的な感じになってくれればいいかな。で、さらにね、ハンゾを置けばいいし。我ながらいい作戦だと思う。よし。やっぱジャルのスキルを使ったのは正解だったな。エレンスの回復もあるからさ、なかなか、この辺は積極的に使っていいと思うんだけど。素質の回復だからね、回復通してくれるし。で、ここでさらに、もう終盤だからリュートのスキルも使う。これやって、そう、最高な火力で倒さなきゃ。てか、レオハットって結構強くね、ほんとに。よし、リュートとどめさせてくれ、ナイス。いや、14話もね、無事にね、クリアできたということで。ちゃんちゃん。じゃ、15話、今回特にあれかなんか、エピローグとかなしで終わりなのかな。実にくだらん、いくつだったら、なんだ、褒美でも欲しいのか。褒美欲しい。15話で終わりなんだけど、一応、13話でこれ最終回なのかな、なんか、次もね、追ってやりますみたいな話はあるんだけどさ。どうなんだろう。
けど、ダインのボス版とかも出てないし、もしかしたら、アップデートで16話以降出てくるのかな。出てこないと思うんだよな。オッケー。なんかまだ特になんかオチとしては閉まってない気がするからさ、うん、なんか、ね、脱出できてワーイで一瞬で終わるわけではなさそうなんだよな。こうやってエピローグありそうだからさ。まあ、その辺がどうなるのかわかんないけど、やっていきましょう。もしかしたらちょっと1月1日に投稿しようと思ったけど、これもうちょい置いた方がいいかもしんねえな。よし、じゃあ持たせるもの願い、やっていきたいと思います。まず、うわ、またなんか癖のあるようなステージだな。ルークあんま配置したくねえんだよな。まあいいや、とりあえずルーク配置しないとことが進まねえからな。で、パパパッとリュート配置するのもありかもしんねえな。やべやべやべ、もうやばい。とりあえず、ここだな。ルークの後ろにリュート配置して、あー、さらにやばいですね。で、これでどうなるか。もうルーク、こいつ、くっそ、HP が低くなりすぎてるせいで、もう何もできないじゃねえかよ、こいつ。ふざけんねえ、やばい。戦いづらく、このステージ。じゃあ、とりあえず主人公配置かな。主人公配置。やばいぞ、この戦い、ちょっと。このラインでなんとか守っていきたいけど、ルークいらねえな。さらに上からじわじわと来る。できればレオハートを配置したい年頃ではあるんですけど。間に合った。オッケー。じゃあレオハート配置。もうだ、こう、回復範囲か。マジでわけわからん。で、ここで、ローエンス配置ぐらいがいいかな。一旦。主人公はまだいけるから。よし、これならいける。まずこの配置で回復。ルークもこれでね、ブロックできる。ルークの素質が正直使いづらいんだよな、ね。やっぱリュートが一番最強だったわ、本当に。コスト稼ぎって面でもリュート本当に優秀だったんだってね、常々思います。さすと、で、このままさらに来るわけだけど、ここでカフカとか配置するのもありかな。いや、もうこの辺り、あとテオドルとジャラも配置して全然いいと思うんだよな。よし、OK。で、テオドル配置。テオドルとジャラもやっぱ積極的に配置していきたいと思いますんでね。で、ルーク多分あれ戻ったらコストが増えるよな。ここでさらにジャラも追加して、戦場に向けていきましょう。で、そしたらリュートのね、ちょっと部分がブロックが弱いと思うじゃないですか。ここにカフカ配置するのが一番火力的にはちょうどいいと思うんで、ただカフカ配置して OK。で、リュートを最初に出したから、ほら、これそいつの戦場ロックロールをね、一応機能しててね、まあ、これもうちょっとなんか2倍くらいでいいんじゃないかな。もっとリュートを強くしていいと思うんですけど。そういった効果もあるんで、なんとかやっていけるでしょう。よしよし。なんとか戦況落ち着いたな。あと遠距離キャラクターを配置したいっていう願望があるんだけどさ。もう正直今回回復を入れるので手一杯だから、もうこれが限界かな、正直。あとはもうこの辺でブロック223-22で乗り切るしかねえと思ってる。あ、今日ハンズは置けるな。あ、待って、アボレイクとか、いや、フーこの辺に置けるじゃん。よし、これでサポートだ。オッケー。よしよし、いいぞいいぞ。あとはこれでうまくブロックしながら戦ってくれれば、今回勝てるぞ、これ。いけいけ。ちょっとね、なかなか戦いづらい。こうやって分散するステージがね、一番戦いづらいと思うんだよね。何やかいで、おお、一気に3列来るぞ。あ、いや、こいつらならいけるいける。おお、かかってきたな。オッケーオッケー。よし、火力でぶっぱだ。で、さらに、エレーサーの回復も含めて、いけるいける。あ、待って、ちょっとこの列がやばかってきたな。それってやばくなってきたけど、リュートのブロックもあるから。あ、ちょっと待って待って。いや、無理だ、これは。クソ、一体抜けちゃった。クソ、あ、いや、ギリギリセーフ。リュートさすがギリギリブロックしてきたな。ナイスアップね。おっと、こっからまずくなってきたな。ちょ、ジャラム。ジャラムぶっぱ。いっけ、ジャラム。ご両せ。もうブロックを乗り越えていけ。今、ライフは3だよね。まだギリギリいけるよね。勝てる勝てる。オッケーオッケー。リュートもね、いい感じにいい味出してるからさ。そう、勝てるよ、この調子なら。あ、もう、死のこと言ってるうちにもうあと2体になっちゃったじゃん。楽勝ってわけはなかった。一瞬ヒヤッてしたけどね、なんとか勝ってよかったです。お疲れちゃうみんな。ブツブツ音来たからちょうどやめるじゃんね。てか、まだちょっとなんか僕のランチャーブツブツ音すんだよな。ふふ、狙い通りです。鉄砲水や陰薬をたっぷり仕込んでおきました。それはいらん。というわけで、これで全部終わったかな。では、ご視聴ありがとうございました。ちょっと16話以降がね、なんか、オチがちょっと弱いんで、まだあると思うんだけどね。もしあったらまた、ね、続き投稿したいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけたらね、活動励みになりますんで、よろしくお願いします。また次回のアビタカの実況動画でお会いしましょう。また他の動画見てください。よろしく。では、バイバーイ。